皆様こんにちは、マジカルエミリーです。はい、今週はカードリーディングをねします。9月ね、もう下旬ぐらいにはなってきているんですけれども、この9月ね、激動、去年もそうだったけども今年もね激動の月になっていてね、いろんなことがね起きてる人たくさんいると思います。なのでやっぱりちょっと自分のね進む道みたいなものとか、なんかこう進めないでいる方とかね、またね、自分の在り方というかね、自分が今これからどうなっていくんだろうななんていう不安に思ってる方もいらっしゃると思うので、今日3択、今日もだけど3択にしていきたいと思いますので、よろしければね最後までお付き合いください。はい、ではね早速始めていきますけど、今日はねもう決まってるの、レムリアンカード、こちらをね使います。じゃんです。やっぱりちょっとねハワイアンエネルギーっていうエナジーっていうのもあったりもするし、これだっていう風に朝からね言われているので、これにしますちょっと切っていって、今日はね3択で選んでもらうのがね、これね、リュウさんリュウさんのカードか、これね可愛い天使さんカードがいいのか、それともこれはアンダルクリスタルです、アンダルクリスタルのカードがいいのかということで、3択で選んでいただきます。今のあなたにぴったりな、ね、カードが出るかと思いますので選んでみてください。はい、ここだということなので3枚出しますね。はい、ちょっとこれね見えないと思うのでちょっと溶かしますよ。はい、あなたはねどのカードを選びますか。インスピレーションでね1枚選んでみてください。リュウさんのカード、天使のカード、アンダルクリスタルのカードです。いいですかね。じゃあ始めていきましょう。最初ね、リュウ様のカードを選んでくださいました。あなた、こちらのカードが出ました。浄化の竜巻だね、よく出るね、浄化のカードが出ました。で、思考を浄化しましょう、ポジティブに考えましょうというカードになります。ちょっとカードの意味をね読んでみたいと思います。はい、こちらのカードね選んでくださいましたあなたですね、浄化の竜巻のカードになります。大いなる竜巻、風の女神の聖なるスパイラルであなたの思考を清めます。浄化の風に身を委ねてください。ネガティブな思考を全部手放してください。自分一人でなんてしようと思わないで、風はあなたの友としてあなたを助けますから。今何を考えていますか。あなたが考えていることはあなたを幸せにするものですか、それともその逆ですか、と風の女神があなたに問いかけています。思考は女神の魔法のナンバーワンツールです。それはこの世界のものがすべて思考で作られているからです。あなたが考えることがそのまま現実となっていきます。あなたの未来はあなたが今一瞬一瞬考えていることで決まっています。はい、ということでね、こちらのリュウ様のねカードを選んでくださいましたあなた、浄化の竜巻のカードが出ましたね。浄化っていうことはやっぱりねクリアにすることが大事っていうことなんですよね。いろんなことをね思い悩んでいて一人で抱えていても何もスタートできないし何も動いていかないんですよね。なのでこう考えすぎずにもう少し思考をクリアにするため、そのためには浄化をしましょうということですね。心軽やかな時間を過ごしていくこと、そのことによって今も思い悩んでいるようなものだったりとか困っているもの、ぶち当たっているものっていうのの答えが見えるかもしれないし、もし見えなくても少し気持ちがね軽くなって前へ進んでいけるっていうような思考に変わっていけるかと思うので、浄化をねしてみること、
まあ、あのマインドとあと思考をクリアに軽くするっていうことをしていきましょう。このカード選んでくださいましたあなたです。大丈夫ね、女神がついてる、サポートしてるって言ってるので、風をね感じながらあの過ごしてみてください。風、まあね、もうちょっと秋風になっているのもあるからね、風を感じてなんとなくこう自分の中で浄化をしていくっていうのも一つの手かもしれませんよ。はい、じゃあね次ね、この真ん中の女神さんじゃない、天使ちゃんのカードを選んでくださいましたあなたです。じゃーん、なんだろう、何のカードかな。水の女神の女神観のカードが出ましたね。水の女神だね。ちょっとこちらもねカードの意味を読んでみたいと思います。はい、こちらのね天使ちゃんのねカードを選んでくださいましたあなたですね。水の女神の女神観のカードになります。ヒーリングのマジックがあなたの手によみがえろうとしています。手から溢れんばかりの光を出して、愛の源から光をダウンロードして、ヒーラーとしての自分を思い出したあなたは触れることもすべてを癒していくでしょう。覚えていますか？生まれる前からハートを癒すヒーリング能力をあなたが持っていることを知っていましたか？かつてデムリアの水の女神神殿に仕えていた女神観のように、あなたは人の痛み、苦しみを愛で抱き取ってハートを癒し、再びハートが愛に開くお手伝いができる人であるということを。あなた自身が癒しの光です。あなたがいるだけで周囲の人は癒されます。あなたの光が人の心を軽くし、心が解放されていくことを助けるからです。はい、こちらのね天使ちゃんのカードを選んでくださいましたあなたね。水の女神の女神観のカードが出ました。もともとのねその持っている潜在能力というもの、それをちょっとね呼び起こしてみてください。あなたはねもともとね子供の時からなんとなくいろんなことが分かったり、ちょっと見えたりとかしたのかもしれない。でも今ねいろんなことを生活というか今の環境の中でそれを生かす環境ではなかったと思うんですけども、その昔のね感覚とか自分のやってきたようなことっていうのを思い出してみてください。それをねまた始めてみるっていうのも何かね開けたもの、光が見えると思います。始めるにあたってはね全然怖いことがない、女神感がついているからやろうと思うあなたの気持ちだけになっていますね。女神感ね、あの水の女神なのでお水をねなんだろうな、いい気持ちでっていうか扱うようにするといいんですよ。飲む水でもいいんですけども、あもちろん喉が渇くからね水を飲むんだけども、お水を飲めることに感謝をするっていうこと、ありがたいなと思ってお水を飲む。お風呂にね湯船に浸かるのもお水ですよね。お湯だけど水を張りますよね。そこに浸かれることに感謝をする、水に対して感謝をして過ごしていると、水の女神感からもっとねパワーと光っていうものを与えてくれると思います。もともとあなたは持ってるんだけどね、それはもっとより効果的にパワフルに水の女神のパワーを使っていくっていうのも一つの手です。なのでちょっとスピリチュアルにねもし興味があったら、ヒーリングみたいなヒーラーさんとかそういうのがいいかなと思いますよ。少しなんか方向転換とかもねお仕事考えてみたらいかがでしょうか。水の女神の女神観のカードが出ました。はい、ではねこちらねアンダラクリスタル、アンダラクリスタルのカードを選んでくださいましたあなた。じゃんじゃん、何のカードかな。聖なる山ですね。これも強いカードだね。聖なる山のカードが出ました。アンダラちゃんを選んでくださいましたあなたです。ではこちらもねカードの意味を読んでみたいと思います。
はい、アンダラちゃんのねカードを選んでくださいましたあなたですね。聖なる山のカードが出ました。来たれ地上の人々よ、大地のパワーが集中する場所に。そこには豊かさや成功、繁栄の大地の女神のエネルギーが脈々と流れている。そのエネルギーを受け取った者は運気を上げていくことでしょう。この地球にはエネルギーがすべての場所に均等に流れているわけではありません。大地の女神の祝福のエネルギーがより集まって集中し、パワーに満ちた場所、天により通じている特別な場所があります。そういう場所をパワースポットと言います。自然のエネルギーを熟知していたレムリアの人々は、必要な時に必要な場所に赴き、場所のエネルギーの恩恵を受けることのできる達人でした。レムリアの人々はパワースポットに出向くことにより、場のエネルギーの恩恵を受け取っていました。あなたが行きたいなと思うところやピンとくるところは導かれている場所です。はい、こちらのね、アンダラクリスタルを選んでくださいましたあなた、聖なる山。聖なる山のカードが出ましたね。ちょっとに日本風のね、富士山の絵には似ているんですけど、やっぱり山のエネルギーってね、とてもパワフルなんですよね。私もね、ちょっとやっぱり疲れちゃったりすると山に行きたくなって山登りをしたりします。高い山は登らないけどね、登るとなんかとてもね、すがすがしい気持ちになるんですよね。まあ、この山のエネルギーが高いんだけども、まあ、今回このカードを選んでくださいましたあなたはね、自分でここがいいなと思うようなパワースポットにピッと来たらね、ぜひ行ってください。ね、ちょっと躊躇して、まあ仕事とかいろんな環境もあるかと思うんだけど、行けるタイミングだったら行きたいと思ったところにぜひね飛んでください。行ってみてくださいね。いろんなパワースポットのご利益というか、ここは何にいいとかっていうのもあると思うので、まあそこを重視して行かれるのもいいと思うし、なんとなくね頭に浮かんで、あそこに行きたい、あそこに行ってみたいと思ってたけど今行けていなかったとかね、そういった場所ね、ぜひねこの機会に行ってみてください。本当に9月ね激動だからね、そういった詰まっているもの、やろうと思っていてやっていなかったようなこととかをしていくとね、流れていくと思うんです。なので自分のね直感っていうかな、思考とか直感、マインドに感じたものっていうのを信じてね、ちょっとね行動に移してみてください。こちらのカードを引いてくださいましたあなたです。とてもパワフルなカードだから、山の神様、山のね、エナジーっていうのがあなたを後押ししてくれると思います。ぜひ行動に移してみましょう。はい、ありがとうございました。今日3枚のカードが出ましたけども、すいませんね、カードをもう1枚引けっていうふうに言われたんですけども、トータルリーディングなのかな、このカードじゃないっていうので、ちょっと待ってくださいね。これだってマナカードを引きなさいって、マナカードやっぱりハワイのねカードになるけど、私これねあんまり使わない、使ったことがはっきり言ってないんですけども、これを引けというのでどうしよう、ちょっと1枚引きます。ちょっと待ってね、準備するからね。マナカードって言うんですよ。まあエネルギーのことをハワイ語でマナっていう表現をね、言葉ではするんですよね。そのカードになるので、トータルリーディングっていうことなので、ハワイアンスピリットでしょうね、今のメッセンジャーはね。1枚、ハワイアンからのね、ハワイアンスピリットからのメッセージをお伝えしたいと思います。ここだということなので、じゃん、なんだろうね、これなんか蛇のようなうなぎ
のような渦もあるし、なんかこう、変えなさいみたいな意味なのかな。ちょっとあのカードの意味を見てみましょう。プーヒーっていうカードですね。ハワイ語のプーヒーは何だろう。はい、こちらのねプーヒーっていうカードはね、やっぱりこの絵はうなぎです。崩壊というカードですね。問題があるために思考はうなぎのようにくねくねと揺れるというカードになります。プーヒーはうなぎを表す言葉ですが、他に燃えること、煙ること、引き抜くことという意味があります。プヒは火のように広がり、水のように吹き出ることができます。世の中をずるずると滑るように進み、物事をある形から形へと変化させるエネルギーのさざ波を立てます。プヒのエネルギーを燃やしましょう。そのエネルギーはある目的のためのものかもしれません。はい、こちらのねプーヒのカードが出たんですけども、まあ、これトータルリーディングでね、今日これあのスピリット、ハワイアンスピリットからのメッセージなんだけど、このうなぎさんの性質がなんだっけ、燃えること、煙ること、引き抜くことっていうことなんですよね。の燃えることっていうのはやっぱり今やってることを一生懸命やることだし、煙ることっていうのはやっぱりちょっとね自分を隠すことも必要かなと。まあ、正直丸裸にもちろん行くこともいいんだけども、時と場合によっていろんなことを自分の中で考えながら行動をしなさいっていうこと。あとその引き抜くことっていうのは、あなたね、すごいあなたの能力認めますよとかって言われるようなものがあったら、とりあえずそこに行くのも手なんじゃないかなっていうところになります。なのでね、やっぱりその激動の9月というところで自分の動きっていうのをどういうふうにしていけばいいのかっていうのをね、このうなぎのねプーヒーのような考え方で、まあ先延ばしにしないっていうこと、本当にそれが来た時にそればっかり先延ばしにしていくこと、その時のタイミングが来るものことを待っていたら、本当のタイミングっていうのは何なのか分からなくなってきてしまうっていうことを言っていますので、まあ、今いろんなことを考えて動く時期だったり、浄化をしたりとかね、まあ、ここの、スピリチュアル的なところで自分の目覚めに気づくっていうのもあるし、そのパワースポットに行って自分にパワーチャージをしてくるっていうことも手だと思います。はい、そんなことで今日はカードリーディングね、ハワイアンスピリットから最後はメッセージをいただきました。ありがとうございました。ちょっと長くなっちゃってるんですけども、一つねご案内があります。ね、9月のね26日新月迎えます。で、今度の満月は10月の10日になるんですけれども、一斉遠隔でね浄化をねしたいと思います。なんでかっていうと、今日もね冒頭に言ったんですけども、9月はやっぱり激動の月でね、自分がこれからどうしていくのかとか、いろんなことを見極めていく必要があるんですね。エネルギー的にもそういう時期に来ているので、正しい方向に進んでいくとか、何をしたらいいのかと今ちょっと見失ってしまっている方もいらっしゃると思うし、自分を正しい方向に戻すとか、方向性とか意思を固めるっていった意味のね、そういった意味を含めた浄化をしたいと思います。で、満月前にその浄化をして、満月のねフルパワーチャージを自分の中に入れていこうということで、お送りさせていただきたいと思うんですが、通常はね、満月前の3日間のうち、1回20分でっていうことでさせていただくんですけど、今回はね、3日間のうち、3回ね受け取ることが可能とさせていただきます。皆さんにもっともっとね浄化をしていただいて、満月のねエネルギーを入れていただきたいので、1日1回ずつでもいいし、忘れちゃったわっていう人は1日3回受け取ってもいいけど、ちょっと時間的に大変かもしれない。1回ね、20分はそのままのお時間でいきます。1回20分の3回っていうことで、今回一斉遠隔で浄化をさせていただきます。満月前の3日間にあるか、10月の10日だから、7、8、9かな、10月の7、8、9って金土日になると思います。
ね、そこに、浄化をしていきますので、これからね、ブログ作るけども説明欄に詳細貼っておきますので、よかったら見てみてください、ね、あのすっきりと浄化をね3回すれば結構違うと思います。その中で、今度満月10月10日のフルムーンエネルギーをね、感謝の気持ちをね持って自分の中に受け入れていくっていうことをしてみてください。きっとね違った満月エネルギーを感じることもできると思うので、ぜひ気に入った方はね、あの URL 貼っておきます。説明欄から、飛んでみてください。はい、ありがとうございました。満月ヒーリングもやってます。はい、じゃあまたね来週お会いいたしましょう。マジカルエミリーでした。